立教大学野球部は東京六大学野球連盟に所属する大学野球チーム。立教大学の学生によって構成されている。現在のユニフォームは白地に黒のストライプに立教と表記されたもの。野球帽には大学のシンボルであるユリの花をモチーフとしたマークが付けられている。立教大学野球部汗田野球部監督だった日田水州の指導を受けながら チーム力を上げ、1921年に、東京六大学野球連盟の前身である四大学野球連盟に加入した。五大学時代から通して優勝できずにいたが、1931年、周期、菊谷正一、辻武氏の、両投手の活躍により、悲願の初優勝を遂げる。年間一シーズン制だった1933年には、菊谷の高騰に加え、 ルーキー影浦進むのモーダが加わり二度目の優勝を果たす。この二回の優勝は、監督を置かず部員たちによる、自主運営で勝ち取った栄冠であり、こうした例は、その後一例しかないことからも特筆される。1940年春季には慶応明治と参考同勝率で並んだもののプレイオフは、行われず優勝預かりとなったため、戦前の優勝は、 この2回のみだった。1942年を最後に、リーグ戦が中止となると、ユニフォームのロゴを、ローマ字から漢字に変え、同好会として、明治や合わせだと練習試合を行うなど活動は、続けていたが1944年をもって一時休部となった。小島君一戦後、高選手は集まるものの総計の壁は厚く、1951年春季に、 総計と参考で、プレイオフに臨んだものの2敗に終わり優勝できなかった。その前年に監督に就任した、砂押し国都市が、ひだばりの猛練習で選手を鍛え上げ、エース小島くん一らこう選手が揃った1953年春季、待望の天皇杯を手にし、全日本大学野球選手権大会も制した。この時砂押が発案した縦島のユニフォームが、 現在まで使用されている。ところが、素直氏は1955年春季リーグ戦後、選手からの排斥運動により退陣する。素直氏が鍛え上げた、逸材、長島茂雄がこの頃、台頭、杉浦正、元屋敷金吾らと、立教三バガラスと呼ばれ、チームの主軸を担う。1957年、チーム初の春秋連覇を達成。 春には大学日本一となった。長島は当時リーグ審となる通算8号ホームランを最終戦となった周期慶応2回戦で放ち、この試合でチームは連覇を決めた。長島らの卒業で苦戦が予想された1958年もエース5代、友和や片岡湖優、高林常浦の野手陣がまとまり、春季は10戦全勝。 周期も制して1938年の明治以来となる史上2校目の4連覇を達成した。1959年周期にも、早稲田とのプレイオフに勝って優勝を、この頃をもって、立教の最強時代と評する人は多い。1966年春期、三冠王、土田誠の猛打で、久しぶりの優勝を果たしたがそこから長い低迷に、入ってしまう。 優勝できなかった空白の時期は六大学最長の23年46シーズンと気の遠くなるような時間が流れていった。チームの柱となる選手は現れてもチームの総力としては他校に及ばないことが多く東大に苦敗を舐め再開の屈辱を味わうことも多かった。またスポーツ推薦制度の大幅な縮小により有力選手の獲得が困難になる等の学内事情も 低迷の大きなな要因になっていた1980年代も後半に入り、長島和茂、矢作光一らの人気スラッガーに、立教高校を1985年に、夏の甲子園出場に導いた、クロス洋一郎、高林高行、山口高世らの俊英が入学して、リーグ随一の長打力を誇る。 強力打線が完成、長島、矢萩らが学園を出た1989年周期、平田国久、高橋一太郎らの投手陣が打線と噛み合い、悲願の優勝を遂げた。一試合ごとに、観客の数が増え続け、優勝を決めた、東大一回戦は、立教の試合としては、久しぶりに2万人の大台を超えた。翌1990年周期も、 混戦の中法制とのプレイオフに勝って、秋のシーズンに連覇を果たした。その後は、再び最下位に転落するなど成績は落ち込んだが、1999年、周期、エース上野遊兵に多田にや数人、上重里氏の両一年生投手が、活躍、9年ぶりのリーグ優勝で復活を果たした。この優勝以来、 最下位に落ちることはないものの2016年まで17年間優勝もなく、再び低迷期に入っていたが、これまでの歴史を見ても立教が外貨を上げるときは、各校の実力がきっ抗しリーグ戦も白熱した、試合の連続となることが多かった。そして2017年春季、35シーズンぶりに優勝を果たした。埼玉県新座市北の1-2の,の35。 地得良総部当初は東京市京橋区赤市町にあった付属中学の校庭を使用していたが狭く、1918年に大学の池袋移転に伴いグラウンドも移転、さらに1925年には北豊島郡長崎村に移転した。この東長崎グラウンドは1966年の現在地への移転まで使用され、 影浦の場外団や長島の猛練習など数々の逸話を生み出した。獲得タイトルは東京六大学野球リーグで歴代5位の計20回である。カテゴリー立教大学野球部の選手も参照。ありがとうございます。